こんにちは、加藤泰三です。あなたが認めたくないものは何ですか？どんなに辛くてもそれを認めれば道は開けます。もしもし。はい、お願いします。はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いします。はい、最初に年齢を教えてください。68歳。結婚してます？はい。奥さん何歳ですか？65歳。お子さんは？女の子。はい。で、今はもう家を出てるんですか？独立して。そうですね。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？離婚についてです。はい。女房の方からの申し立て書っていうのが来ましてですね。あ、奥さんの方が離婚をしたいということですね。そうです。はい。で、家裁の方から何月何日に来てくださいってそういうやりが来たんですけれども。あ、まあ、もうじゃあ離婚の話し合いをしてるっていうんじゃなくて、もう奥さんはもう決心がついてて、もう家庭裁判所の方にそういう申し立てをしてるということですね。で、一緒に住んでるんですよね？いや、今は別居しています。別居してるんですか？はい、はい、別居してどのぐらい経つんですか？先月からですね。あ、そうですか。はい。で、要するに奥さんの方が出てったわけですね。はい。じゃあ、あなたがどうも奥さんとうまくいかないなというふうに感じたなしたのはいつ頃ですか？これはだいぶ前、そうですね、今から、ずっとなんですけど、まず、ずっと、要するに結婚してからずっとうまくいってなかったということ？うまくっていうのも、まあ、意思の疎通っていうのは、なかなかうまく取れなかったなっていうことはずっとなんですね。ただ、このところ、ある問題が出てきてからは、ここ4、5年っていうところですかね。あ、そのある問題が出てきてからって、ある問題ってどんな問題ですか？私が、要するに一つは女房を大事にしないということが基本だと思うんですけれども、地域の、住んでいる女性とのつながりが、何ですかね、関わりがあるって、そういう嫉妬っていうかね、そういうふうな疑いの面が強くなってきたっていうか。要するに、浮気をしてたっていうのではないんですね？浮気はないです。要するに、うまくいかなくなりだした原因は、常に、あなたの女性関係。そういう感じが多かったです。はい。じゃあ、どういうことですか？別に何の関係もない。それは。何にも関係ないんだけれども、要するに、女房と話するときはなんか仏頂面で話して、よその奥さんと話するときはニコニコして話をするとか。まあ、それは大体普通の男はそんなもんですね。私もそう思うんですけれども、はい、それを、要するにそんなふうには見ることができない人で、私をないがしろにしている、私をみんなでバカにしているって、そういうふうな捉え方しかしなかったですね。あなたのおっしゃってる通りだとしますよね、この嫉妬深さ。はい。これものすごく自信のない劣等感の深刻な人ですから。おおよそつけました。それで今日のあなたの相談、それから奥さんの方があなたと離婚したいと言って出て行ったということですよね。そうです。今から4年ぐらいもやっぱり警察を呼ん、まあ、トラブルが大きくなって警察を呼んで。いや、警察が呼ぶほどのトラブルってのはどういうトラブルが出たんですか？帰ってきてやっぱり隣の奥さんと私のその、なんだろう。訳のわからないような、疑いで、それが原因で、ですね。まあ、夕食の時だったんですけど、物をめがけて、サラダとか、おかずだとかっていうのを物を投げて汚したので、出て行きなさいと。もう出て行って、出て行きなさいっていうことで、まあ、玄関の方で押し問答やったんですね。出て行きなさいとあなたが奥さんに言ったわけですね。そうです。それで警察だったっていうのは、警察はどっちが？私の洋服を、嫌だっていうのを私は出てきなさいということでやったんだけども、洋服を引っ張ったら、洋服が何の弾みか分からないけど、私の着ていた洋服が脱げてしまったんですね。はい。で、それを強く引っ張ってた女房が後ろ向きに
転倒したっていうか、はい、それで頭を怪我したっていうか、はい、それで隣の家に、救助を求めたっていうか、で隣の人が、救急車を呼んで、で救急車で病院に行った。で私は警察の方に行って、なんでそんな風になったんだって事情聴取を聞かれたって、こういうのが4年ぐらい前にあったんですね。はい、わかりました。それで、ええ、で今はもう奥さんは出てってるわけですね。はい、はい、で今日のあなたの相談っていうのは、はい、どういう相談ですか。これから弁護士の先生に伺いますけれども、火災に行って調停に行って失敗した場合は、調停がね、失敗した場合はどうなるのか、それと、生活するための年金云々っていうの、まあ、要するに生活費の方は、私も今1年ちょっと前にがんの手術をしましたので、はい、これから年金生活ですけども、療養費とか高額になると思うんで、そういう場合っていうのは生活費がきつくかかってくると思うんで、要求されたその、年金、そういうのっていうのは私の言ってるのはとは受け入れられるのかなって、その2つの問題です。まあ、別れるんだったら経済的にこういうことだという条件が示されているということですね。はい、そうです。でその条件が飲めなかったらどうなるかという。あ、全くそうです。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩根谷隆之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、奥さんの方から調停の申し立て書が来たと。その、はい、弁護士さんが代理人として申し立てたということなんでしょうかね。はい、そうです。はい、今回調停は初めてなんですよね。初めてです。うん、今回ね、調停申し立て書が来たということなんですけれども、まあ、調停というのはね、はい、裁判をするわけではなくて、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いをするっていうのが調停なんですよね。はい。うん。ですから、その調停でね、お互いに、まあ、合意が成立すれば、できれば調停が成立することになりますし、はい。合意ができないということになれば、調停は不成立ということになるわけです。はい。だから、先ほどちょっとあなたがね、調停に失敗した場合にはというふうな言葉を使っておられましたけれども、失敗とか成功っていうことではなくてですね、合意に至らない場合には、調停が不成立になるだけであって、はい、そこでその、成功したら勝ち、失敗したら負けっていう、そういうものではないんですよね。はい。うん。で、今奥さんの方はあなたに対して離婚をしてくれと、はい。いうふうにその調停で求めてきているわけですから、はい。あなたがいいですよと離婚しましょうというふうに、それを応諾すれば、はい。まあ離婚については、そこで合意ができるわけですよ。で、まあ、その離婚に伴ってね、はい、いろいろそのお金の問題だとか、はい、あと財産がある場合にはその財産をどう分けるかっていうような問題とか、そういうことについて、まあ、付随的にね、合意ができれば、調停は成立することになりますんで、はい、そこに何て言うんでしょうかね、成功とか失敗っていうことは特にないんですよね。はい。で、合意ができなければ、調停は不成立で、それはもうそれでおしまいです。あとは奥さんが調停ではうまくいかなかったんで、でもどうしても離婚したいっていう場合には、離婚の裁判を起こしてくる可能性はありますけれども、うん、それはその時になってね、裁判が起こされた時にはね、その時には、それなりの対応をしないといけないでしょうけれども、でね、基本的にあなたの方は離婚はしたくないわけですか？離婚はしたくないですね。なんか先ほどからお話伺ってるとね、なんかもう奥さんのことすごくもう嫌でしょうがないような、そういう印象も受けるんですけれども。嫌です。嫌なんだ。嫌だ、嫌なんだけれども、嫌なんだけれども、42年近くやっぱり夫婦生活やってると情けっていうんですかね、なんか強くて、やっぱり私もこういう、まあそういう病気的になって、年も重ねたし、好きが嫌いがってなったら嫌いなんだけれども、でも、助け合っていかなきゃなんないなっていう気持ちの方が強いです。あと一つは、まあそういう、それが、本当の理由になるかならないか別としても、やっぱり、子供たちの世間体っていうんですかね、誰しもが子供も含めて身内の人らも、離婚そのものは誰もが望んでないし、
そういうのも一つあると思います、自分の気持ちの中には。まあ、先ほどからお話伺ってるとね、まあ、奥さんの、はい、嫌な面ばかりね、ずっとお話に出てきてるんですけれども、はい、そうです。いい面も結構あるんですか？結構っていうのもいっぱいあるんですよ。あ、いっぱいある。いっぱいあるんですよ。うん、まあ、そうなんであればね、はい、まあ、奥さんから離婚調停っていう、まあ、離婚調停を申し立てられてはいるわけですけれども、はい、調停っていうのはね、話し合うためのテーブルですからね。はい。まあ、その場でね、改めて、はいはい、どうして離婚をしたくないのか、その世間体とかそういうことではなくてね、はい、そういういい思い出もいっぱいあるし、そういういいところがたくさんあるんだから、はい、お互いにそういうところを見ながらね、やっていきたいということを改めてね、きちんとその調停の場で、はい、相手に伝えてみたらいかがですかね。わかりました。だからそれでね、はい、それでもどうしても奥さんがもう気持ちは変わらないっていうんであれば、はい、ある程度腹をくくんなくちゃいけないのかもしれませんけれども、はい、まあ、調停でね、無理やり離婚させられてしまうってことはないですから、はい、そこは1回で終わるわけでもないですからね、3回、4回というふうにそういう場が設定されますんで、どうして奥さんと一緒にいたいのか、はい、で世間体なんてことは言わない方がいいですよね。どうして奥さんと一緒にいたいのか、そのいい思い出もたくさんあっていいところもたくさんあって、そういうところをこれから見て、はい、自分としては、はい、今までこういう悪いところもあったかもしれないけども、そこも直して、はい、お互いにいいところを見ながらやっていきましょうと、そういうメッセージをその調停の場を使って奥さんに伝えて、はい、で、まあ、奥さんがそしたらもう一回やってみようかなっていう気持ちになればいい方向に行くかもしれませんし、そうじゃない場合にはね、はい、まあ、ただのあなたの片思いっていうことになってしまうのかもしれませんけれども、はい、うん、その場合にはその場合、その時はその時で、腹をくくるしかないんじゃないでしょうかね。わかりました。すいません。もしもし？はい。だけどあなたは、別れたくないんですよね。これはわかるんです。嫌いだけれども別れたくないっていうのは。はい。で、なんで嫌いだけれど別れたくないんですか？依存心でしょ？え？依存心。ああ、それはあるかもわかんないですね。あるかもじゃない。依存的敵対関係って言うんです、これ。依存的敵対関係。うん。依存している対象に対して敵意を持つんです。敵意を持ってるだけなら簡単なんですよ。この野郎って別れちゃえばいいわけだから。うん、ものすごい依存心強いんです、あなた。それあるかもわかんないな。いやあ、今、そうかもわかんないなって、よかったね。そこ認めて。あるだと思います。うん、そこ認めたら救いだ。この奥さんも、はい。異常なほど劣等感が強いの。現実に直面するのが怖いの。それはありますね、はい、あなた怖いんです。はい、あなたの心の底にあるのは孤独と恐怖なんだよ。はい、今日はだけどあなたあれですよ、新しい人生の出発ですよ。はい、現実に立ち向かう勇気ができたんです、あなた。はい、頑張ります。うん、依存心は乗り越えられます。やってみます。やりましょう。はい。はい、どうも失礼します。今日は本当にありがとうございました。はい、どうも。失礼します。はい、失礼します。もしもし？もしもし。はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。43です。43歳。結婚してます？はい。はい、奥さん何歳ですか？31です。31歳。お子さんは？長女が2ヶ月です。で、今3人で暮らしてるんですね。そうすると、そうですね、一応私の家、実家で、あ、実家で、母屋と、はい、離れで3人で暮らしてます。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
妻が、子供を連れて10日ほど前に、実家に帰ってしまいました。あの10日ほど前に妻が帰るときどういうことで、もともとそうですね、あの普通に、まあ、子供生まれて2ヶ月ぐらい経ったんで、はい、まあ、実家の方に、まあ、あの妻の実家の方に、まあまあ、ゆっくりしておいでっていう感じで行く予定やったんです。はい、で、まあ、行って電話していつ帰ってくるのって聞いたら、はい、もう帰りたくないという話になってきたと。そうすると10日前に実家に帰るときには本音は言わなかったんですね。そういうことです。はい。で、まあ2ヶ月ということですから、はい、結局かなり長いことうまくいってなかったんでしょうね。いや、私はそこまでとは感じてませんでしたね。普通に毎日あの話もしてましたし、電話もあの時間あれば電話もしてましたし、うん、いや10日間の話じゃなくて、はい、結婚以来ずっとという意味です。いや、あの私的にはそんなに仲悪かったっていうふうには感じないの。あの、はい、結婚してから何年で、どのぐらい経つんですか。来月で1年です。1年ぐらいです。で、恋愛結婚ですね。そうです。うん、で、あなたから見ると恋愛結婚して1年間別にうまくいかなかったということはなくてきた。そうすると帰りたくないって言われた時にはもう驚きですね。そうですね、はい。え？そうですね、なんでっていう感じですね、はい。耳を疑うっていう。そうですね、はい。ことですよね。はい。それであなたその後どう解釈しました。ショックでもう何もわからないとか。そうですね、とりあえずなんでなんでということで理由を何点か聞いてはみたんですけれども、電話で聞いたわけですね。はい、はい、そうです。はい。したら、まあ、何点かありまして、もともと向こう親との同居は嫌っていうことやったんですけれども、はいはい、まあ私まあ家もありますんで、はい、まあ、家のローンも抱えてますんで、はい、まあ、どうにかこっちに来てっていう形で、なんとか説得して、まあ、来てもらったんですけれども、うん、結局、まあ、それが、まあ、私が言うから、まあ、仕方がなく折れたけど、もう本当は納得してなかったっていう感じですかね。うん、はい。あと、うちの母親との折り合いも悪かったみたいです。うん、はい。あと、まあ、私の方が、まあ、あんまり、まあ、何でもかんでも、まあ、妻の言うことを、まあ、軽く聞き流して、本気で取り合ってなかったっていうこともあるみたいです。はい。で、お母さんとの折り合いはうまかった。まあ、同じ敷地内に行ったら、それはしょっちゅう顔合わすから大変でしょうけれども、はい。こう、言い合いがするっていうようなことじゃなくて、奥さんの方が全部我慢してたっていうこと？そうですね、何かをされるとかじゃなくて、はい、まあ、うちの母親が、まあまあ、悪気はないと思うんですが、結構無神経なこととかを普通に相手方に言って、うんうん、それがまあ積み重なって、だん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 嫌いになってきたっていうのが現状みたいですね。だから、表立って喧嘩してるとかではないんですが。そうですね。はい。で、お母さんとうまくいかなくっていうのはわかるんですが、お父さんとはどうだったんですか？それはあんまり接しなかったからは。父親はもう10年ほど前に亡くなってるんで、全然接点はないです。そうですか。はい、そうすると、いわゆる嫁姑の問題っていうのがあったということですね。そうですね。嫁姑の問題もあったとは思います。はい。うん、うん。実家同士はどうだったんですか？はい。実家同士、向こうの母親も、まあ、うちの母親に、まあ、無神経なことを言われて、非常にうちのことを嫌ってます。ああ。ですので、それを母親に無神経なことを言ってるのを聞いて、うちの妻もだん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 嫌いになってきたっていうのが現状かとは思うんですが。で、今日のあなたの相談っていうのは、こういう環境の中で、はい。まあ、今帰りたくないと言ってるけれども、私はどうしたらいいでしょうか、はい、ってことですかね。よりも、どうしたら帰ってくるのかっていうことですね。あ、どうしたら帰ってくるのかと。はい、妻がどうしたらもう一回元の
はい、状況に戻れるのかっていうことですね。はい、わかりました、はい。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。大変ですよね。愛する人がいなくなってしまった寂しさは、すごくよくわかる、はい。寂しいですよね、はいはい。だけど、第三者から見ると、はい、今いろんな情報をおっしゃってました。姑さんとかすべて、はいはい。そうして自分の心を人間は楽にするんですね。はい、そうです。これシンプルにまとめると、はい。どうしてここまでさせたのかなと思うんですね。つまりですね、はい。女性があなたと直接話はしないで、はい。ごたつきもなく、あなたと手の触れることも避けて、はい。出るにはこの方法ですよね。そうですね、はい。そこまでが、この今回の原因なんですよ、実は。はい。あなたが、姑さんとかっていろいろあります。それは世間いっぱいあります。はい。でも、はい、夫と触れていたら、はい。こんな出方はしないんです。もっと言うと、はい、最悪な状況っていうのを申し訳ない、いいんですけどね。はい。あなたと縁を切る。見るのも嫌い。はい。はい、そして、とにかく後から追いかけられないで、はい、早く自分の砦に逃げる方法となると、行く寸前まで、うん、赤ちゃん実家に連れていくわね。また帰ってくるから、はい、じゃあちょっと行ってきますって言った時点まで、もう抑えて抑えて、あなたという人間から離れて入っちゃったってことですよ。ここが一番の問題なんですよ。まさにそんな、はい、そんな感じです。そうでしょ、はい、なぜここまでさせてしまったかってことなんですね。そうですね、はい。こういう人間方は、私だったら、相手が見えない。はい、相手がわからない。相手がね、はいどんな人か分からないときってのは怖いですよね。はい。その場合には、とにかく、妊娠中は逃げてもどうしようもだから、子供ができて、はい、だって妊娠中はあなた迎えに来ますもん。とにかく子供ができて、で、実家に帰るわねって気持ちよく帰るようなふりをして、ドア閉めちゃったってことです。はい。それは、あなたの独善的な愛ですよね。はい。今、いや、こういうことしてあげましたよ。こういうことしてあげましたよとおっしゃってるんです。あなたが狐さんで奥さんがウサギさんの場合に、はい、狐の好きなものを奥さんにあげたんですね。はい。奥さんウサギさんですから、はい。狐さんがこんなにも料理だよって言っても、ウサギさんはこの人私を見てないんだと思いませんか。そうですね、はい。だから僕はこんなにやってあげた、こんなにやってあげたって言うんですよ。相手を見せ、言ってました。そうでしょ、言ってました。はい。なんて？嫁のため、子供のためって言って、いつもこれしてあげた、あれしてあげたっていうふうに言ってました。はい。相手を見ずして、はい。自分の世界観の価値観で、はい。相手に恩を売った愛し方なんですよ、これ。そうです。それは、よく、妻にもそんな感じのことは言われてます。そしたらね、私が先ほど原因でね、はい、いや、姑でこう悪口を言ってしまった、うんぬんっていうことは、はい。夫婦がうまくいってれば、こんなことないんですね。そうですね。それも重々、はい。わかります。感じます。はい。男と女の別れってね、直接自分が原因だったのは辛いんですね。だから、はい、きっとあの状況でしょ、ああいうこともあったでしょ、ああいう条件もあったでしょ、だからこうなってしまったっていうのは楽なんですけれども、うん、仏教で年々ブブ症状ってあるんですよ。はい。絶対に僕は今までの男として僕は変わる、変わるんだって。なぜ変わるか、うん、この妻が自分には必要だ。まず、僕が変わらなくて、土台が変わらなくて、妻が戻ってくるわけがないとあなたが思うことですよ。そうですね、はい。うん、そうすると、いつも頭の中意識、自分が、俺が変わろうと。意識ですね、年々。うん、なぜか、ブブ、うん。なぜかっていうと、僕が妻を求めてるから。うん、症状、行動することです。それは、毎日規則正しい生活をしながら、妻のことを、実家のことを考えながら、はい、あなたが外側でやるべきことをやるってことですよね。うん、それが一年かかっても構わないという強さがダメですよ、あなた。あ、一年間かかっても構わないっていう、うん、気持ちがないとあかんということなんですね。そうです。はい、もっと言うと、どっかになるようにしかならないっていう腹をくること大事。腹をくるってことは、はい、悪いことに皆さんとってますけども、はい、絶対に僕はこの彼女いなくちゃいけないと思ったなら、はい、1年2年は構わないと、はい、10年でも構わないってことが腹をくることなんですね。そうすると、はい、10年と思ったら10日はなんてことないでしょ。まあそう
そうですね。その動き、はい、そのあなたの心理的動きが相手に分かるんですよ。うん、お若いから分からないかもしれませんけれども、はい、腹をくるってことはね、答えが出るんです。腹をくるは、僕にとっては、謝るとか、今までの生き方を変えようってことですよね。うん、で、姑とかなんかじゃなくて、僕なんです。俺が原因なんですよ。うん、今回、まあ、おっしゃるとおりです。はい。ね。はい。きつくって申し訳ないんですけども。いえ。うん、そしたら、今このまま帰ってこないんじゃないかと思うことならば、はい。今ここで繋がっていて、一年帰ってこなくてもいいって方が、どっちがいいですか、あなた。そうですね。とりあえず一年帰ってこなくてもいい方がいいですね。帰ってこないよりは。それが腹をくることなんです。はい、決断の時なんです。はい。はい、それを、いや、一年は嫌だな。でもこのまま行ったら妻は二度と帰ってこないってこと。自分の都合のいい、不安感と恐怖の中で答えを出すことではないんですよね。はい。あなたの目的が、妻と子供が、戻ってきてほしい。はい。月日は関係ない。はい。たとえそれが10年かかろうと思うという、その太っ腹が、愛なんじゃないでしょうかね。はい。もっとあなた腰をつかして、はい。男であるならば、腹をくって、はい。もう10年でも待つって、それだけの価値のある女性だったと思えば、あなた変わると思いますよ。私これ愛に言ってるんじゃないんです。時って本当に、本当にありがたいことよ。はい。時をうまく使ってほしいんですよ。はい。ね、きつく言ってしまうけど、加藤先生変わりますね。先生お願いします。行動を変えるっていうことをね、大原先生言いましたけど、はい、さらに心を変えなきゃならないんですよね。はい。その、あなたがこの過去の心理的な問題を解決することなんです。そうですね、はい。だから、奥さんと今別居しているわけで、奥さんも帰りたくないって言ってるんだから、はい。もうしっかり自分を見つめて、過去に自分が解決しなかったことを、しっかりと一つ一つ解決してってみたら、はい、そうですね、わかりました。おっしゃる通りです。とりあえず、うん、私はやっぱり、うん、本当に人を好きだっていうことが自分では多分分かってないと思います。うん。だから近くなると束縛に感じちゃうんです。うん。そうですね。はい。結婚も自己実現でなくて束縛になっちゃうんですよ。うん。だけど離れると一緒にいなければならない気持ちになっちゃうんですよね。はい。ですからね、だけどあなたとにかくね、驚くほど素直だわ。いや、ほんと。いや、僕は相当反論されるかと思ってね。いや、最近そのことに、まあ、薄々なんですが、気づきつつあるんで、この年でやっと。うん。驚くほど素直ですからね、これ当然、僕の言ったこと、大原先生の言われたことを、理解していただければ、どんどん解決していきます。わかりました。そう。最もいい解決の仕方になります。はい。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、どうも失礼します。はい、ありがとうございます。すいませんでした。心の成長とは、心の未解決の問題を解決することです。もしもし？はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。はい、最初に、年齢を教えてください。はい、41歳です。41歳、結婚してます。はい、ご主人何歳ですか。41です。お子さんは、中学1年生13歳です。はい、男の子女の子どっちですか。娘です。お嬢さん。はい。で、今3人で暮らしてるんですね。はい。はい、わかりました。で、どんな相談ですか。はい、娘が、私をすごく拒絶しておりまして、はい、その心を取り戻したいと思っております。はい。どういう時に娘は自分を拒絶してるなと感じたんですか。はい、4ヶ月前に主人の方から離婚の話が出まして、はい、その際に娘の方が、パパと一緒に暮らしたいということで、言われました。はい。はい、で、その間ずっと3、4ヶ月ずっと私の方で説得、私の方と一緒に住んでいただきたいということで、話をすれば。住んで、子供にですね、直接、はい。ママと一緒に住もうよということを言ったということですね。そうです。はいはい。で、そのような形でお話をしていたんですけれども、うん、すればするだけ、
拒否反応が出てしまいまして、うん、焦ってしまって、はい、ちょっと感情的になってしまいまして、はい、最終的にはあの娘にビンタをしてしまいました、はい、で胸ぐらも掴んでしまいまして、はい、であのその出来事があった4日後に学校の方から、はい、あの学校を通して、はい、本人が児童相談所の方に行くと、はい、家には帰りたくないということで、はい、現在児童相談所の方におります。で離婚の話が出る前から要するに家の中はあれですよね、暖かい雰囲気って当然なくて。そうですね、あの日頃から夫婦喧嘩はありました。はい、4年前もかなり大きな喧嘩をしまして、その時もかなりあの離婚するしないで揉めてはいたんですけれども、はい、あのまあ、一旦子供もまだ小さかったので、はい、落ち着いてということで、はい、やり直してたんですが、きっちりと話をしないままスタートしてしまったので、はい、お互いにきっともういっぱいいっぱいになってしまってで今回主人の方から離婚してほしいという形で言われました。うん、どういうところでその大きく食い違ってきたんですか。本当にしょうもない些細なことなんですけれども、はいはい、そうですね、7年ほど前に、はい、まあ、ちょっとご近所さんと私の方でトラブルをしまして、はい、あのまあ、言いがかりをつけられてしまって、はい、うん、あの叩かれたので叩き返したということで警察沙汰になったっていうこともありますし、うんうん、まあ、もっとほじっていけば主人は良かれと思ったんですけど、あの私の実家の方で、はい、面白おかしく私のことを言ったんですが、はい、クソ真面目な私の両親はそれを真面目に受け取ってしまって、はい、私のことを電話で毎日、うん、一日に何百回って電話がかかってきて、何をやっているんだと、うーん、あの延々1ヶ月ちょっと責められましたね。うん、うん、で、まあ、そこから私もちょっと疎遠になってしまったんですけれども、それであなたはそのあなたのことを面白おかしく言ったあのご主人が許せないっていうことですね。そうですね。うん、なんか話を聞いてると夫との関係も深刻だけど、あなたの両親との関係も深刻ですね。そうですね、あの両親はもう本当にものすごい憎しみを心の底に抱いてますね。私が持ってますね。いや、はい、あなたが両親を憎んでるのは もちろんですけど、両親自身がものすごい隠された敵意がありますね。私が小さい時からも両親は家庭内別居のような状態で、うん、私を挟んでお互いが話すっていう形を取っていました。うん、おそらくあなた自身もそういう環境の中で育ってるから、はい、もう人とうまくその気持ちを理解し合うっていうのは難しいんじゃないのかな。うん、そうだと思います。そうだよね、はい、うん、だからそのお嬢さんがあなたと一緒にいたくないっていうことはあなたはなんとなく理解できるわけ？ なんとなくは理解はしています。父親の方に行くという姿勢は許せないわけね。許せないというか、うん、悔しいですよね。うん、母親なのに選んでくれなかったっていう気持ちがいっぱいで、うん、うん、あのこのお嬢さんとの関係以外でやっぱり人間関係でいろいろごたごたしたっていうことはあります？さっき近所のトラブルってありましたけど。いや、大きなことはなく、あまりこう言われるとスーッと引いていく感じですね。私は引く方ですか？はい。攻撃的になる方じゃないのね。主人にはかなり攻撃的かもしれません。あの自分の気持ちを分かってもらいたくって、かなり主人にはわーっと言います。ということはあなた一番頼ってるのはご主人なんだ。そうです。うん、一番大切なのもお嬢さんなんだ。はい。でその両方を今失っちゃうんだよね。そうです。あの娘が私に会いたいと言わなければ、うん、会っていただけないんですね。
でそれが結局娘の心が解けない限り私は会えないし、うん、私の方から何かすると、まあ、警察も動きますし行政も動きますしっていう状態なので、うんうんうん、で今日の相談というのはですね、はい、心を溶かすにはどうかっていう、そうですね、もうはっきり言ってしまえば、うん、娘がその私に対して拒絶をしている気持ちをどうしたら解いていただけるのかなと、うん、今日はスタジオにですね、はい、心理療法研究の最上友紀先生がいらしているので伺ってみたいと思います。あ、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。今のお話聞いててね、はい、あなたはこの家で奥さんであり、はい、お母さんなんですよ、はい、だけどあなたは娘と夫を相手に自分が娘になってんですよ。あなたご両親から怒られるのすごい怖がってて、はい、もう関係ないんですよ本当は親は。だってもう自分が家庭構えてるんだから、はい、だけど今お父さんお母さん離れてるのに、はい、この自分の家にいてまだ親のいい子やってんですよ。あなたの視点から見ると、はい、自分が娘になってる視点で見てるから、はい、いろいろとこう娘にお願いして私が求めてるのよってやると向こう側が受け入れてくれて、はい、来てくれるっていう受け身体制なんですよ、はい、で娘さんからしたら、はい、私お母さんと一緒には行きたくないって言った時に、はい、この気持ちをお母さんである立場なら、はい、あ、この子は今まできっと辛い思いをしてきたのねってあなたが分かってあげて、はい、ああ、そんな風に思ってたなんてっていろいろ辛かったのねってあなたが理解すれば娘さんは受け入れてもらえたって思ったんですよ。だから立場を間違ってんですよ。さっき言ってたなんか口調がおかしいなって思うんですけども、お嬢さんを相手にこれ言ってるんでしょうけども、会っていただけないとかね、解いていただけるとか、この口調がね、そのまんま自分がなんか違う立場にいるんだなっていうのがね、わかるんですよ。あなたがどっしり構えて、私がお母さんだから大丈夫よっていう風な安心感をあげてないから、お嬢さん不安だし、取り戻したいっていう風に、はい、なんでって悔しかったって言いますけど、はい、だって、お嬢さんにはお嬢さんの人格があるわけだから、考えがあるわけだから、はい、あなたがこうするといいって思ってることを必ずしも喜ばないんですよ。やりたくないかもしれないんです、はい、そうなんですよ、ね、そうなんです。だからそれにその様子にずーっと気づかずに、気づかなかったです。こんなにやってるのよ、こんなにやってるのよっていうのをお嬢さんずっと嫌だと思ってたんでしょうね。はい。で、彼女の、娘の、ええ、心の中に4年前にもう大きな喧嘩をした時にですね、うん、パパと娘で携帯のメールで私の悪口を書いてあったんですね、ええ、もう頭にきまして、ええ、娘に対してあんたなんか産まなきゃよかったって言ってしまったことがあるんです、ええ、でその後に、あ、失敗したって私に対してすごくこう冷酷な目で見てる部分があるなって気づいたんですけれども、ずっとそれがやっぱり今も彼女の中にはあるようで。ありますよ。はい。あなたが結局いい子いい子にしようとするからね、その、はい、こういう風なきちんとしたお母さんで妻でってすごい気張ってると思うんですよ、頑張らなきゃって、はい、でもそれ自分で望んでやってないんですよ、あなたが。そうなんです。ね、そうすると、自分で望んでないのにいい子にしてるから、ね、旦那さんやお嬢さんが思い通りに思ってくれないと、自分に対する評価とかイメージをね、そうすると許せないんですよ。それは、お嬢さんと旦那さんのせいじゃなくて、あなたが頼まれてもないのに、良い子の仮面を脱がないからなんですよ。まさにそうなんですよ。すごいね、求めてました。どうしてありがとうって言ってくれないんだろうとか、どうしておいしいって言ってくれないんだろうって、本当些細なその一言をずっと求めてました、本当は気持ちが欲しかったんでしょ、はい、ね、だけど形だけつなごうとしちゃってるでしょ、しがみついちゃってるでしょ、形の上で
きちんとしたことばっかりやって、お嬢さんの心を全然見てあげなかったと思うんですよ。はい。だから、本当にね、いい関係にしたいんだったら、はい。とにかくその、気持ちを形でねじ伏せないこと。あなたがどう思ってても、相手はこう思ったんだなっていうことをそのまんま受け入れて、はい。あの、夫婦でね、うまくいかない人は、例えば、はい、奥さんが A です。旦那さんが B ですって言ったら、はい、A か B のどっちかにしようとするんですよ、はい。そうすると、あの、どっちかが勝って負けるっていう関係になって、夫婦うまくいかないので、はいはい、私は A です。で、旦那さんは B ですって言ったら、お互いに、あ、あなたは A なんだ、あなたは B なんだって受け入れて、はい、じゃあどうしようかって、ね、二人で相談して、C っていう新しい答え出してください。お嬢さんのことも考えて、そうなんだって受け入れたら、旦那さんも逆に安心してくれるから、はい、冷静に話し合って、じゃあって新しい答えをぜひ出してください。はい、ありがとうございます。もしもし？はい。あなたの環境からすると、一生懸命頑張ってよくやってますよ。はい。そしてあなたは与えてるつもりで相手から奪い続けてたんですよ。はい。それで、小さい頃から人からやられていたことを今度は今周りにやり返してるんです、はあ、周りはたまんないですよ。そうですね。だけどあの周りをそうやっていたぶっているあなたからすればもうそうせざるを得なかったんですよね。かなり時間はかかると思いますけれども、はい、産まなきゃよかったっていうようなことはねよく言うんです。母親がこういうことを言うときはこの言葉そのものじゃなくてこういうことを言う環境の中で育ってるっていうことです。あのね本当にね成長できない環境の中で育ったのに親になってしまった人間っていうのはひどいこと言うんです。ですから、はい、あなたはここでしっかり自分を理解して、はい、そして今の自分が愛に飢えている、この愛に飢えている自分が母として子供と一緒に生活するのは適切かどうか、はい、そういうことを一つ一つあなたが考えてください。はい、わかりました。はい、どうも失礼します。はい、ありがとうございました。親が子供に甘える親子の役割逆転とボールビーが言っています。私もそう思います。おおよそつけました。それで今日のあなたの相談、それから奥さんの方はあなたと離婚したいと言って出て行ったということですよね。そうです。今から4年ぐらいもやっぱりあの、警察を呼ん、まあ、トラブルが大きくなって警察を呼んで。いや、警察が呼ぶほどのトラブルってのはどういうトラブルが出たんですか？帰ってきてやっぱり隣の奥さんと私のその、なんだろう。わけのわからないような、疑いで、それが原因で、ですね。まあ、夕食の時だったんですけど、物をめがけて、サラダとか、はい、おかずだとかっていうのを物を投げて汚したので、はい、出て行きなさいと。こう、もう出て行って、出て行きなさいっていうことで、まあ、玄関の方で押し問答やったんですね。出て行きなさいとあなたが奥さんに言ったわけですね。そうです。それで警察、奥さんの方が離婚をしたいということですね。そうです、はい、で火災の方から何月何日に来てくださいってそういうあれが来たんですけれども、あ、まあ、もうじゃあ離婚の話し合いをしてるっていうんじゃなくて、もう奥さんはもう決心がついてて、もう家庭裁判所の方にそういう申し立てをしてるということですね。で一緒に住んでるんですよね。いや、あの今は別居しています。別居してるんですか、はい、はい。別居してどのぐらい経つんですか。先月からですね。あ、そうですか。はい。で、要するに奥さんの方が出てったわけですね。はい。じゃあ、あなたがどうも奥さんとうまくいかないなというふうに感じたらなしたのはいつ頃ですか。これはだいぶ前、そうですね、今から、そういう感じが多かったです。はい。じゃあ、どういうことですか。別に何の、関係もない。それは。何にも関係ないんだけれども、うん、要するに、女房と話しするときはなんか仏頂面で話して、うん、よその奥さんと話しするときはニコニコして話をするとか。あ、まあそれは大体普通の男はそんなもんですね。
私もそう思うんですけれども、はい、それを要するにそんなふうには見ることができない人で、私をないがしろにしている、私をみんなでバカにしているって、そういうふうな捉え方しかできしなかったですね。あなたのおっしゃってる通りだとしますよね、この嫉妬深さ。はい。これものすごく自信のない劣等感の深刻な人ですから。そうですね。まあ、ずっとなんですけど、まず、ずっと、要するに結婚してからずっとうまくいってなかったということ？うまくっていうのも、まあ、意思の疎通っていうのは、なかなかうまく取れなかったなっていうことはずっとなんですね。ただ、このところ、その、まあ、ある問題が出てきてからは、ここ4、5年っていうところですかね。あ、そのある問題が出てきてからって、ある問題ってどんな問題ですか？私が、要するに、その、一つは女房を大事にしないということが基本だと思うんですけれども、地域の、住んでらぬ女性とのつながりが、何ですかね、関わりがあるっていう、そういう嫉妬っていうかね、そういうふうな疑いの目が強くなってきたっていうか。要するに、浮気をしてたっていうのではないんですね。浮気はないです。要するに、うまくいかなくなりだした原因は、常に、あなたの女性関係。こんにちは、加藤泰三です。あなたが認めたくないものは何ですか？どんなに辛くても、それを認めれば道は開けます。もしもし。はい、お願いします。はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いします。はい、最初に年齢を教えてください。68歳。結婚してます？はい。奥さん何歳ですか？65歳。お子さんは？女の子。はい。で、今はもう家を出てるんですか？独立して。そうです。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？離婚についてです。はい。女房のからの申し立て書っていうのが来ましてですね。